皆さんこんにちは、愛は勝つなどのヒット曲で知られるシンガーソングライターの菅さん、11月17日にメッケル憩室癌で61歳という若さで亡くなりました。菅さんの人柄や音楽は様々なアーティストに影響を与えました。今回は菅さんと親交が深いアーティスト、影響を受けたアーティストからのコメントやエピソードをご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。愛子さんは菅さんの音楽に影響を受け、シンガーソングライターとして尊敬を寄せていました。愛子さんはマネージャーにしか伝えていなかったという、自身の結婚を発表の前日に菅さんに伝えていたようで、2021年自身のラジオ「菅のロックボンソワ」で菅さんの「私一人が勝手に決めるアルバム「Of the Year」のコーナーの際に愛子さんの「どうしたって伝えられないから」を紹介。菅さんはこの紹介の際に「今年一番の楽しいニュースですね。愛子さん結婚」12月14日のコンサートツアーの最終日のステージ上で最後の方でお客さんに報告したというね。実は僕その前日13日にコンサートを見に行ってたんですと明かしており、ライブ終了後楽屋挨拶で会った時に最初は普通に話してたそうなんですが、愛子さんと菅さんの二人きりの状況で急にちっちゃい声で実は結婚しましたと愛子さんから伝えられたそうで、菅さんは「ええー」と驚いたようです。しかし「お客さんぶっ飛んだでしょう、僕もぶっ飛びましたもん、うっそおって俺今から帰って俺がツイートしたらどうする、そらあかん絶対あかん」とか言いながらエレベーターで見送ってくれるところまで「じゃあありがとうございました、頑張ってね、明日ね」ってしたらマネージャーさんが「もう小さい声じゃなくて大丈夫っすよ」みたいな、いやー本当にびっくりしましたね。でも本当におめでたいです、おめでとうございますと祝福していました。愛子さんは菅さんの訃報に「菅ちゃんは俺ってファンのみんなにとってバッキバキのアイドルじゃん」と最後までファンの皆さんのことを考えていました。私はカンちゃんはまたフランスに行ったんやと思っています。永遠のアイドルのカンちゃん、たまに遊びに来てね。これからも大好きなカンちゃんの後頭部を追って歌い続けます、とコメントしていました。さらには愛子さんが会員制ラジオでカンさんのお見舞いに行ったことが明かされ、ミスターチルドレンの桜井和寿さんもお見舞いに来ていたことの報告があったそうです。影響を受けた2人、悲しさは凄まじかったと思います。最後にお会いできていたことが分かってほっとしました。1995年のデビュー以来、大きなノッポの古時計、瞳を閉じてなどのヒット曲で知られる平井堅さんも菅さんに影響を受けたアーティストの一人です。学生時代から菅さんの熱烈なファンだった平井さん、2人が出会ったのは1999年の12月1日菅さんのクラブ CITTA でのライブを見ていた平井さんは、関係者の方々が廊下にぎゅうぎゅうな状態で並んでいる遠くの方から挨拶をしたそうです。見に来ることはその日に聞いていて、でもゆっくり話す時間はなかったという菅さん、平井さんがその後もライブに足を運んでいたことは後から知ったと言います。平井さんは2008年の J-WAVE 開局20周年企画の一つとしてアニバーサリーソングを制作することになるのですが、アーティストとしての自分と受け身として音楽を楽しむ立場をシンクロさせ、菅さんに作詞作曲を依頼、打ち合わせの際にきちっと対面し飲みにも行ったそうですが、平井さんはそんなに心を開いてくれなかったそうで、菅さんに曲を作ってもらえるのは嬉しいですとずっと言っていたようです。後にプライベートでも交流するようになり、2008年3月発表のアルバム
フェイキンポップに収録されている20-20-20で夢のコラボレーションが実現しました。平井さんはこの曲のレコーディング中、カンさんに対してド S と言い放ち、この曲の一番高い音で平井さんに裏声ではなく表で歌ってほしいとお願いし、デジタルの技術で修正はできるものの、それはしないことをルールとして設け、平井さんはマジですかとは言いつつも歌い切ったそうです。カンさんは平井さんについて、それはもうすごいでしょ、魅力的な声ですし、もちろん詞も曲も素晴らしいものはいっぱいありますけど、ライブを見ていていつも思うんです、すごく謙虚だなって。日本を代表する素晴らしいシンガーの一人なのに、僕はまだまだ全然下手、なぜもっとうまく表現できないんだろうということをいつも考えているシンガーなんですよ。だからいつもライブではワンフレーズワンフレーズを本当に丁寧に歌おうとしていて、そこが響くんだと思いますと語っていました。尊敬するアーティストから称えられることがどれほど嬉しいものか、平井さんにとって最高の作品となったことでしょう。バンドシャランキューやハロープロジェクトのプロデューサーとしても活躍するツンクさん、カンさんの逝去が明かされた11月17日、尊敬する先輩の一人であるカンさんにまつわる思い出をブログに綴っていました。ツンクさんはデビュー時にカンさんと同じプロダクションに所属していたそうで、そのためレコーディングスタジオや事務所でよく顔を合わせる機会があったといいます。ツンクさんは自身のブログで、まだ無名の僕に元気、最近どうなのなんて声をかけていただくんですが、どっからそんな発想でこんな話が出てくるんだろうってぐらい冗談しか言わないのがカンさんでした。音楽のこと、歌詞についてなどの会話は全くしませんでしたね。そういう意味で音楽論と何かを直接具体的に教わったわけではないですが、レコーディングをしている姿やカンさんの作品を通じて本当にたくさんいろいろなことを教わりました。メロディーとは何か、歌詞とは何か、音楽とは何かということだけでなく、スタッフへの接し方、レコーディングへの姿勢、コンサートの準備、後輩や先輩との距離感などなど、カンさんの後輩で良かったと思うことばかりですと綴っています。ツンクさんはバンドシャランキューのボーカルやハロープロジェクトのプロデューサーとして今や日本を代表するミュージシャンの一人ですが、いわゆる無名時代もありました。まだ新人だった頃、気軽に声をかけてくれたのが先輩であるカンさん、きっと緊張をほぐそうとしてくれたのでしょう。音楽についての話ではなく、笑わせてくれるような声かけをしてくれたといいます。カンさんの立派な背中を見て、音楽業界で働く人としてツンクさんは様々なことを学んだのです。タレントの後藤真希さんの楽曲であるすっぴんと涙はツンクさんが作詞を担当し、カンさんが作曲を担当した合作、ツンクさんは一緒に作ったすっぴんと涙、これからも大切にしますと思いを明かしています。カンさんのミュージシャンとしての魂はきっとツンクさんにも受け継がれていくのでしょう。カンさんと同郷で同じ高校だったスピッツ草野正宗さん、両方福岡県出身で城南高等学校の卒業生です。草野さんはよくインタビュー記事でカンさんの名前を出しては愛は勝つという曲の凄さを語っていました。最初から最後まで全部がサビでできている、なかなか成立できない構造、いつかああいう曲を自分でも作りたいと語っていました。スピッツの曲には正夢という曲がありますが、この曲の歌詞には愛は必ず最後に勝つだろうというものがあります。これはカンさんの愛は勝つの歌詞を引用しているのです。 CD のクレジットにはスペシャルサンクスにカンさんの名前が
記されています。草野さんの菅さんへの愛が溢れていますし、憧れが前面に出ています。その一方で菅さんはスピッツの名曲であるチェリーをカバーしています。菅さんのチェリーが収録されたのは2006年11月29日に発売された31枚目のシングル世界で一番好きな人。菅さんは自身のコラムでこのチェリーのカバーについて語っており、スピッツのチェリーをカバーする、え、なんでまたですよね。どのような企画のもとに私がスピッツのチェリーをカバーするかは、これをお読みいただいた後に FM802 のサイト内アクセスをご確認いただくとして、私のこれまでのカバー歴を振り返ると、好きな洋楽をライブで演奏したことは何度もありますが、邦楽をしかもちゃんとレコーディングするのは初めてのことです。そんなわけでスピッツのアルバムインディゴ地平線を買ってきて、何しろ繰り返し繰り返し聴いてます。いい曲です。っていうか、いい曲だって知ってたからこの話をお受けしたんですが、いやー、すごくいい曲です。ここんとこ2週間以上もう100回は聴いていますし、こんなに他人の曲を反復して聴くのは初めてのことですが、飽きないと明かしていました。お互いを尊敬し合えているからこその楽曲やカバー、菅さんの言葉や歌声はこれから先も受け継がれていくことでしょう。チャゲ&アスカとして活躍し、いくつもの名曲を世に放ったアスカさん。アスカさんと菅さんの交流はとても深いものでした。アスカさんは天才木村菅イクのタイトルでブログを更新し、5歳の頃の木村はを知ってるのは業界では僕だけでしょうと書き出し、菅が5歳と6歳の時2回菅蹴りして遊んだんだよな、大人になってからはスタレビの要と僕で菅蹴りして遊んだ、ステージ上でねと、スターダストレビュー根本要さんを交えた交流を振り返っていました。愛は勝つが大ヒットしていた当時、菅さんと再会するも、幼少期に菅蹴りをして遊んだ木村菅少年だとは気づかなかったと言います。その後フジテレビ系連続ドラマ101回目のプロポーズの主題歌をチャゲ&アスカとして担当することになり、愛は勝つのような曲を作りたいとの思いで作ったのが Say Yes なので、菅がいなかったら Say Yes は生まれてなかったとの秘話を明かすとともに、それから間もなくだな、福岡の実家斜め前の家の奥様から、あの時2回遊んであげたことのある子供が木村菅であったことを聞かされるわけです。バタバタと記憶のページをめくりにめくって、その時の光景にたどり着いた。ああいつだ、子供のくせにネクタイ締めて紺のカーディガン着てたやつだと綴っていました。それから30年来の付き合い、5歳の頃にネクタイを締めていたお坊ちゃま木村菅は、僕たちアウトローとは違ってオーケストラのスコアをもかける音楽家と呼べる存在だった、天才ミュージシャンですよとその才能を絶賛。あいつはそんな音楽家でありながらもコントやギャグには厳しかったと人柄も紹介していました。先月フランス旅行をした菅さんから土産を受け取ったばかりだったが、その直後に病状が急変、すぐに見舞いに行くと、あんな状態になってでもギャグという言葉に反応したと病床の菅さんの様子を綴り、菅さんから最後に電話で告げられた言葉は、3回も約束を破ってごめんなさいだったと言います。その3回とは一緒に乗り越えようとしたことだと言い、でも無理もない、僕が菅でもきっと無理だった、菅ありがとう、俺の前に現れてくれてありがとなと感謝。菅さんが還暦を迎えた際に写真館で撮ったものだという赤い振袖で女装した姿の写真を公開し、何なんだよお前は、菅愛してるぞ俺も、いつか
あっちにポンするから、その時は迎えに来てくれな、ありがとう、と締めくくりました。さらにアスカさんはカンさんから生前未完成の楽曲を受け取っており、同じくカンさんと親交の深かったスターダストレビュー根本かなめさんと共に完成させる意向を示しており、あいつやるよな、死して新曲がクレジットされるのだから、しかも生前のボーカル付きで AI ではなくカンの生声ですからね、作品にしますね、としており、普通ミュージシャンが作りかけの楽曲をポンと誰かに送ることなどしませんとの語り、この曲一緒にやりましょうなどもなかったんだから、送っておいて勝手に死んでこれ完成させないわけにはいかなくなったじゃないか。そして曲につけてあった歌詞のテーマが申し訳ありませんだもん、本当だよ、仕事増やしやがってさ、とぼやきつつも亡き親友を偲び、完成させますねとしていました。どのような名曲が生まれるのか非常に楽しみです。スターダストレビューの根本かなめさんは大阪の FM ラジオ FM 心のわびさびレディオショーでカンさんを追悼。カンさんは同番組の前身カンとかなめのわびさびナイトで根本さんと共に長年 DJ を務めており、今番組にも出演していました。根本さんは開口一番番組の冒頭ですが、先日11月12日闘病の末にこの世を去ってしまった僕らの友人カンさん、カンさんのご冥福をお祈りしたいと思いますと挨拶。根本さんはカンちゃんが亡くなってしまって僕らはこのわびさびレディオショー3人で続けていたわけですけど、今日はカンちゃんをお見送りする追悼番組ですと説明。僕らの大親友、本当に寂しく残念でもあります。僕もババ君もギリギリのところまで会えたりとか、そんな思い出話も皆様にお伝えできなかったことも今となってはお話しできることもありますので、カンちゃんを忍びながらゆっくりとカンちゃんの音楽に浸ってもらえたらなと思いますとし、カンさんの91年の楽曲時々雲と話をしようを選曲。根本さんはカンちゃんは昨年の11、12月ぐらいちょっと具合が悪いというかお腹に痛みを、あんまりそういうことを口にしない人ですけど、俺たちは検査に行けって言っていた。ただその検査でも見つからなかったんですよ。闘病を発表する時も言われてましたけど、世界でもあんまり症例を見ないメッケル憩室がん、年明けに入院とか繰り返しながら番組に出てくれて何度も会っていたんですけど、ちょっと早すぎますよねと惜しんでいました。さらにスターダストレビューは11月18日ライブツアーブギウギワンダーレビューの川崎公演を行い、愛は勝つを手向け、根本さんはアンコールでカンちゃんがくれたものはあまりに大きくてもう生で聞けないのならみんなで大合唱しようと呼びかけ、涙をこらえながら歌いきり、ありがとうの思いを込めてカンちゃんに拍手をと叫ぶと、会場は温かい拍手と歓声で包まれました。根本さんは通夜、葬儀にも参列していたそうですが、ある程度は覚悟していたけれど、いくら何でも早すぎだろと苦悶の表情。それでも全ての人を同じように愛するすごいやつだった、残された僕らは負けないよう音楽とまっすぐ向き合っていきたいと天国のカンさんに思いを馳せました。あのミスター・チルドレンの桜井和寿さんもカンさんに影響を受けた一人です。好きな曲ベスト10にカンさんの6枚目のアルバムと同名で、同時発売された20枚目のシングル満を選出しています。メロディーに関してものすごく影響を受けている部分があると語っていた桜井さんは、心酔するあまりパクリ曲まで作ってしまったそうで、ミスチルの人気曲オーバーのメロディーラインは
カンさんのイエズの I love you と驚くほどそっくりで、実際に桜井さん自身がパクリを認めていて、オーバー制作時の仮タイトルからして2ビートでカンパクリというよりはオマージュといった方が正確かもしれません。その後両者はパイロットとスチュワーデスというユニットを結成。2006年11月に開催されたラッキーラクーンナイトボリューム1のために結成され、役割は桜井さんが機長、カンさんがチーフパーサー、演奏時では桜井さんがパイロット、カンさんがスチュワーデスに扮していました。桜井さんのカンさんから受けた影響はオーバーだけでなく、僕の彼女はお利口さんから影響を受けた。エブリーバディゴース、秩序のない現在にドロップキックマンから影響を受けた。終わりなき旅なども存在します。逆にカンさんも影響を受けており、2016年に発売されたカンさんの16枚目のアルバムロック53ではシーンという曲があります。青春といった感じのキラキラ感あふれる一曲なのですが、仮タイトルは全力ほうき星、つまりスキマスイッチの全力少年とミスターチルドレンのほうき星に似た曲で、ちゃんと本人たちには許可を得ていたようです。さらにこのアルバムに収録されている安息は桜井さんが作詞を務めており、歌詞が決まらず、もともとライブでラララだけで歌われていた一曲で、そのため作詞を桜井さんに依頼したそうです。聴いていてとても心地よい美しいメロディーで、桜井さん作詞だけあってどこかにミスチルを感じる王道のバラードとなっています。このように強固な師弟関係を築いていた二人、今でも桜井さんにその影響は残り続けることでしょうし、カンさんとの思い出がまた名曲として世に放たれることになるのかもしれません。人気デュオ小袋の小渕健太郎さんは自身のインスタグラムでカンさんへの追悼コメントを掲載し、カンさんがお亡くなりになりましたと切り出し、10代に聴いたカンさんの歌には僕ら世代はみんな衝撃を受け、みんな歌っていました。ご縁で昨年は初めてお食事をさせていただきました。2022年12月25日の夜、シンガーソングライターの馬場俊秀さんや古澤武史君を交えて4人でお食事をした後、僕の自宅のスタジオに遊びに来てくださいました。この日も紺のブレザーで、とてもジェントルな方、ピアノやギターを子供のように楽しく演奏し、何より大好きなビートルズのカバーを軽快に歌いながら、マニアックなビートルズのお話をたくさん聞かせてくださいましたと振り返り、日本一ビートルズが好きなのはきっとカンさんなんじゃないかと思うほどに、それはそれは最高のカバーでした。その時に、今体の検査してるんだよね、来週結果わかるんだけどさと、そこで見つかった病気とずっと戦っておられましたと、病への言及があったことも回想、いつか一緒にライブしようねとお声掛けしてくださったまま、それは叶わぬ夢となりましたと悔やみました。カンさんの東京に恋が大好きという小渕さんは、あの店長どうやって思いついたんですかと質問すると、よく知ってるねと嬉しそうに答えてくださったのがとても印象的でしたと、会話も回想し続けて、どんなに困難でくじけそうでも信じることさの精神で僕も音楽を続けていきます、素敵な音楽と魂を残してくださりありがとうございました、カンさんの音楽は未来へと響きます、今夜はアルバムを聴きながら献杯、カンさん安らかにお眠りくださいと、カンさんの代表曲愛は勝つの歌詞を引用し、アコースティックギターを手にするカンさんの写真とともに追悼しました。
シンガーソングライターで、タイマンライブと世間で騒がれた山崎まさよしさんは、菅さんについてライブの MC で言及していました。山崎さんといえば、10月21日水戸市民会館でのライブで、曲をあまり歌わずオチがない漫談を繰り広げたことで返金騒動が起きるほどのタイマンライブで話題となりましたが、これに対して厳しい言葉を送ったのが菅さんでした。山崎さんは11月17日宮城仙台ピット公演での MC で、僕の先輩の木村菅が旅立たれました。こないだツイッターで僕のことが拡散されて、そしたら病床から電話が入って怒られたんですよ。山崎くん、君のことを知ってる人も知らない人も君の歌を聞きに行くんだから歌わないとダメだよって言ってくれたんです。怒られて旅立たれました。 STV のラジオ、ポリドールのレーベルメイト、菅さんとは付き合いが一番長くて本当に世話になった。人と人を結びつけることもやってはった。僕も山菅っていうユニットやったり、菅さんのことだから冗談のように帰ってくるかなって思ったんですけど、今日も途中でちょっとできるかなって感じになったんですけど、あの人すごいダジャレ好きなんですよ。風をこじらせてこじらしもんじろうとか笑、ご冥福をお祈りします、すぐ帰ってきたりしてねと語り、寂しそうに笑って後ろ向いて顔を拭っていたようです。会場で山崎さんは何度も声が詰まっていたようで、お客さんも一緒に歌っていたようなんです。菅さんからの声を思い出しながら話す山崎さんは、今にも崩れ落ちそうだったと言います。菅さんの人間味が山崎さんを再起させたエピソード、最後まで山崎さんを気にしていたんですね。自身も肺気胸で療養中のシング・ライク・トーキング佐藤筑前さんは Facebook を更新し、あまりに近しい人すぎてとショックを隠せない様子。菅さんが中心となって開催してきた FM 心の人気ライブイベント風のハミングで、菅さん不在となった今年4月の公演にもゲスト出演し、佐藤さんのソロステージでは、菅ちゃんの応援で歌えることが光栄、こういう温かな状況がみんなにもあればいいなと、大好きな曲だという菅さんのカレーライスをカバー、日常のなんてないところに隠れた愛おしさを言葉にする菅さんのリリックセンスの素晴らしさを改めて感じるとともに、佐藤さんの歌声との相性の良さに魅了されてました。さらにこの日はシング・ライク・トーキング西村智彦さんもギターで参加。自身もがんの闘病中でしたが、病を克服しライブに復帰したばかりでした。菅さんへエールを送ろうと、二人が選んだ曲はヒューマン。思わず心がほっこりとする歌詞の世界観、哀愁を誘う西村さんのギターの旋律に心が返されていき、その後佐藤さんは根本さんと君住む街へお丁寧に歌い届け、思いを歌に乗せていました。二人の思いはきっと菅さんに届いていたことでしょう。堀内孝雄さんは所属事務所の後輩である菅さんを追悼。今年アリスで共に活動してきた盟友谷村新司さんも10月8日に亡くなったことに続く別れとなり、胸を痛めていました。2021年4月29日にはスターダストレビュー、菅さん、馬場俊英さんがホストを務める人気イベント、ウツボ公園ミュージックフェスタ FM 心風のハミングが大阪ウツボ公園テニスコートで開かれた際に、堀内さんがサプライズ出演したことが話題となっていました。前年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止、2021年は大阪への緊急事態宣言発令を受けて無観客での有料配信ライブに変更されました。ゲストの杉山清貴さんを含む全員で菅さんの大ヒット曲愛は勝つのアカペラを披露、圧巻のパフォーマンスで幕を開け、ライブ中盤には堀内さんが登場。君は 1000% を歌った杉山さんの後に、 1000% で満足なのかと喋りながら現れ、君の瞳は1万ボルトを熱唱。
トークも絶好調で、カンがものすごい考えてる、と初出演した同イベントの手の込んだ演出を絶賛していました。しかし、当のカンさんからは、出演をお願いに行った時、君の瞳は、と歌い出したら、お客さん総立ちでステージに行くまでに、もみくちゃになりますから、と言ったのは、すみませんでした、と謝罪されていました。普段は観客6000人で埋まる会場が、この日はゼロ。想定していた光景とは異なる現実に、孤独を感じたよ、雨まで降って、と苦笑いしていましたが、また会えたのが嬉しい、いい後輩たちをもって幸せです、とセッションの喜びを語っていました。そんな堀内さんは後輩の訃報に、東日本大震災の時に、チャリティーソングとして歌った。愛は勝つ、カンがピアノを弾いて、所属事務所の後輩たちと一緒に歌ったことが、昨日のように思い出されますと振り返り、後輩でもあり、戦友のような存在でした、と忍びました。今年は本当にアーティストの訃報が多く悲しくなりますね。世間は悲しみに包まれることが多くなっています。その度にもうあの歌声が聞けないのか、もうあのステージの姿は見れないのかと、後悔する日々が増えているなと感じます。体が資本であるアーティストの皆さんには、お体に十分にお気をつけていただきたいですし、これからも元気な姿で、ファンや日本、世界を支える曲、歌声を届けていただきたいと思います。そのためには定期検診などは、やはり受けるべきなんだなと感じました。カンさんのご冥福を心よりお祈りいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。